どうも、IS120% の男、ブス島です。黒の男子を実況プレイ、やっていきたいかと思います。はい、佐久水さんの部屋、あと、アスカチンのいた部屋に来ておりますんで、まあ、今、草薙くんとですね、アスカチンがですね、外出てって、今、鈴崎が一人の状態ですね。ちょっとまあ、調べていきたいと思います。兄弟には、ついのスタンドが置かれている。意味がないが、インテリアとしてはまあまああった。年代物の兄弟がある。ああ、いいですね。こういうの好きです。兄弟の前には小さな椅子が置いてある。上のスタンドと電話機が置かれたサイドテーブルだ。電話機は見当たらねえな。うん。シングルベッド。アスカはここで寝ているようだ。まあね、某ね、あの探知みたいにこう、クンクンがクンカはしませんよ。鈴崎は。渋い男ですからね。でもこれだけ見ると結構いい感じの部屋だと思うんだけどな。もともと部屋にあった備え付けのタンスだ。タンスの上には古いポストカードやら何やらが飾られている。兄弟自体は古いが共鳴は真新しいと言ってもいい。この椅子に座って鏡を覗き込めということなのだろう。まあそのままだろうなそれはな。化粧箱やら鏡などが置かれている。レースのカーテンだ。窓から薄らぼけた背景が望める。この背景だって6年前の俺はきっと見てるはずだ。ああ、そっかそっかそっか。サイドテーブルの上にはベッドランプが置かれている。まあそのままですね。まあこの辺はそうか、まあ全部一緒かなこの辺。よいしょ。はいはい。両脇にはアズネのレースカーテンがかかっている。でもねこれね、背景とかね、もう調べるポイントがねわからねえから結構つるいです。つれえってのはつらいですね。シンプルな壁紙の貼られた木壁だ。でもあれですね、あのサタン版もこれあるじゃないですか。サタン版ってそのクリックポイントとかわかるのかな、どうなんだろう。ちょっとその辺がわかんないですね。サタン版やったことないんで。キルト地のカーペットが敷かれている。もしも、もこもこして歩くと変な感じだ。あ、わかりますね。あとはエスカレーターって、止まってるエスカレーター上がるときもなんか嫌な感じしますよね。なんかなんとも言えないね。シワ一つない清潔なシーツだ。ここら辺の窓と関係ねえのかな。レースのカーテンだと、ちょっとなんか進展あるまでちょっと飛ばしたいかと思います。はい、進展ありましたので続きをやっていきたいと思います。まあアスカにもね、真実をそろそろ話さなきゃいけねえなーみたいなものもあったんですけど、まあちょっとねそれがね、もうずいぶん前に読んだもんだったんで、まあそして窓を調べたらこのね、あの新しく進展があったっていうところになります。このヘルズハーフエイカーには緩やかな丘の上に立っている。窓から外を見る一望のもとに麓の町明かりが見渡せると。裏手には広大な森林が広がっているはずだ。しばらくタバコを吸いながら外の景色を見つめていると、いつの間にか隣の部屋から佐久水遥が姿を現していた。でもあれですね、どこでもタバコ吸えるってなかなかだな。いや、さすが90年代の作品って感じですね。まあそれが普通でしたからね、当時は。お、佐久水ちゃん久しぶりに見ましたね。とりあえずまあ挨拶代わりここから行きましょうかね。でもすんげえ嫌な予感すんな。でもどうなんだろう。まあいいや。彼女の胸は確かに魅力的だが、今ジロジロ見るのは最低だろう。はい、ブス島最低でございますのでね、やめよう。彼女の胸を見てもどうにでもなるわけではない。まあ癒されるくらいですからね。銀の鎖のついたメダルだ。あもうてんてんてんになっちゃったよ。まあいいや、話していきましょう。鈴崎さん、近づいてきた彼女が言った。俺は振り返って入り口の方に置かれていた椅子に座り、彼女はベッドに座ることを勧めた。食事の時はもう言ったが、ネズは何らかしらの行動を起こすのはベルティンの夜、つまり明後日の夜だろう。それまでに居場所を突き止めなきゃならない。でもこの町にいるとも限らないんじゃ。いや、きっとこの町のどこかにいるはずだ。それだけは確信を持って言える。そしてそれを明日中に見つけるつもりだ。おお。そして小一時間かけて俺は思い出せる限りの全てのことを彼女に話した。今の彼女の不安は海のようなものだ。一度痛い思いをして出してしまわなければ、今度は彼女の心身に深刻なダメージを残すことにもなりかねない。確かにそうっすね。産んじゃったら、可能したらね、確かに切開してでも全部吐き出さないとダメですからね。そうしないと本当にいろんなところでダメージありますからね。俺の過去や
今日の調査のあらましを改めて聞き、佐久見座この事件に何か呪術的なことが絡んでいることをはっきりと理解したようだった。なかなか理解度あるね。普通ね、このね、呪術とかね、その手のオカルト的なもんってみんな信じないから、いくらそれが真実でもね、なかなか難しいものありますね。ノーラを失ったこと、ネズがそれに何らかしらの形で関わっていたこと、黒の談笑やミスカトニック大学のこと。ミスカトニック大学っていうとやっぱりネクロノミコンだもんし、これネクロノミコン関係あんだもんな。ちょっとびっくりしちゃいましたよ、うん。だからネズが何かしらの儀式によってのぞみちゃんを利用しようとしているなら、あさっての夜までに彼女には手は出さないはずだ。それに何かしらの形で俺の過去もやつに関わっている、うん。問題はやつが何を狙って何をしようとしてのぞみちゃんをさらったかだ。俺に関連して彼女が巻き込まれたのなら、俺は今度こそ自分を許すことができないだろう。すると突然佐久水が肩を震わせ泣き始めた。おいつもの佐久水ポーズ。この佐久水グラフィック好きなんだよな。軽くおえつを上げ、彼女は泣いている。俺はなすすべもなくそれを見ているしかない。なんか嫌なパターンに入ってきましたね。これ手は顔に当てられている。ちょっと話しましょう。まあまた調べるのかやめよう。胸を見てもしょうがないね。肩を震わせ弱々しくおえつする、でいいんだよな。まあいいや。彼女は見るに忍びなかったと歩み寄り肩に手を乗せる。おっと、再び同じ過ちを繰り返すつもりはないし、今度は誰も死なせたりはしない。だからあなたもあまり気に病みすぎないようにと。驚いたことに彼女はそのまま俺の中に抱きついてきた。固まって動けなくなった俺に彼女は言った。まあちょっとね、めまいとかそんな感じでしょうね、これはね。もうちょっとどうなるか分かんないですけど、ちょっととりあえず進めましょうかね。今の話が本当なら、あなたは望みがさらわれたのも自分のせいかもしれないと思っているのね。苦しいでしょうね。それに私は自分が望みを奪われた自分こそが一番不幸だなんて思ってたんだわ。まだ分からないさ、真相は未だ闇の中だ。その通り、しかしそれも間もなく明るみになる。心強いこと言うね、なかなかね。だから遥さんも気を確かに、最後まで望みを捨てるべきじゃないだろう。ああ、俺の話はこれで終わりだ。なんか肝心なものを飛ばしたような気がするけど、まあとりあえずすいません。だからそのおっと本当に嫌な予感的中しそうだぞこれ。ついガキのようにと思った俺は佐久水は笑った。日本以来の心からの笑顔だ。だが体を離さず俺の胸に顔をうずめ、そしておっと緊張を含めて彼女は言った。ちょっと待てよ、このまま同情でいいですから。はい、ということでですね、ちょっとこの辺ちょっとなんかなってるかもしれませんけど、まあちょっと佐久水さんをちょっと具合悪そうなんでちょっと解放してきますので、しばしお待ちください。もう これですよ本当に。お待ちくださいって言ったけど爆弾発言だってね、ちょっと一部隠してありましたけど、もう爆弾発言だったんですよ。とにかくね、しかしこの BGM もう嫌な予感しかしないなこれ。ちょっとブス島ちょっと具合悪い佐久水をちょっと解放してきますので少々お待ちください。はい、解放終わりました。いやなかなかすげえな本当にこれ。お新しいパターンのね佐久水さんでございます。まあそうですね、いろいろと吹っ切れたみたいでございましたので、まあよかった、いい結果でしたね。この佐久水さんもいいね。無理言ってごめんなさい、もう大丈夫です。よかったよかった。まあ今回は非常にいい結果でございましたねこれはね。そうですね、本当にこの野郎って感じでしたけど、まあいいでしょう。はい、本当に大丈夫か。心配しないでください。それより鈴崎さん一ついいですか。私普通の女の子でしたか。そのレズだからどうか
いや別に普通だったと思いますよ、ブス島もね。その恥ずかしげな仕草がとても可愛く見える。どうも何も、君はとても魅力的な普通の女性だ。はい、同感です。まさしくその通りでございます。ありがとうございます。ほっとしたような歯がゆいような表情で遥かが笑顔を見せる。礼を言われることじゃないさ、うん、その時ノックの音がした。おっと匂いでバレるぞ、アスカだったら、うん、そんなことないよね、大丈夫だよね。うん。私はアスカを誘いそのまま食堂に向かった。おお、あ、今度は草薙支店ってやつですねこれね、うん、いきなりこう視点が変わるからね、なかなか難しいね、うん、食堂にはビルがいて、また頭痛を訴えていたが、アスカが降りてきたのを喜んで我々に簡単な夜食とワインを用意してくれた。おう、ビールやっぱいいやつだね。珍しい組み合わせだな。草ね草薙、そうそう、草薙にアスカちゃんとは。サトシはどうしたんだい、ちょっと上でハルカさんと話し合いをね。私が言うとビールは大抵うなずく、うん、王兵にうなずく。ちょっと私の名前を覚えてほしいものだ。うん、そうかい。で、仲間外れの二人が降りてきたってわけか。あすかちゃん、別に、うん、別に外れたわけじゃない。あ、こんな BGM もあるんだ。へえ。お兄ちゃんがケチやだけよ。私ばっかりのけものにして。おお、いい飲みっぷり。でもワインがもったいねえ。めんどくさいな、ビールさん。ビール飲もうよ、ビール。いいね。じゃあ、俺も付き合うか。いいですね、こういうのもね。うん。さすが、ビールさん。わっかるー。わっかるーじゃなくって。あ、いいっすね。こういうコミカルな感じ好きですね。うん。しかし、アスカはやけになったのか、私まで巻き込んで、そのまま2時間、うん、宴会、うん、になってしまったと。うん。なんだけど、お兄ちゃんたら女癖が悪いったらもう、はっは、昔からだよあいつはな。それでもアスカはノーラのことにあまり触れなかった。聞きたくても聞くのが怖かったんだろうか、アスカの酒は焼け酒に見えなくもなかった。ほう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 、ああいいですの。2時間後、控えめに飲んでいた私もさすがにぐったりとして、一人でビールを半ガロン、ウイスキーをボトルで半分開けたビールは傍らで寝込んでしまった。アスカも散々鈴崎のことをなじりつつ眠り込んでしまった。今も眠りながらお兄ちゃんなどの寝言を漏らしている。鈴崎の夢でも見ているのだろうか。この子はここで寝かしたままにしておくわけにもいかない。さすがに鈴崎と佐久水の話も終わってる頃だろう。そこで頑張ってアスカだけでも部屋まで運んでやることにした。残念ながらビルはこのまま眠ってもらうことにした。たとえ鈴崎がいても彼の巨体はおいそれとは運べないだろう。何せ120キロは超えるであろうかという巨体である。ハンガランを超えるアルコールでただでさえ重いね、さらに2キロがプラスされるのだ。自慢ではないが、私は自分の体力に自信がない。代わりにバーや厨房の火を落とし、戸締まりをしておくことにした。アミやクラーク、そしてベルジュ老人がもし戻ってくるときには住人用の出入り口を使うだろう。閉店には早いが仕方がない。ほうほうほう。アスカを背負い、苦労して3階まで登ると左に曲がる。突き当たりまで行けば部屋はすぐそこだ。ノックして部屋の扉を半分開けたとき、ふっと背後に気配を感じた。おっと、後ろを振り向くと誰かが階段を降りてくるのが見える。背格好からしてカール・アドルフ・アイヒマンに間違いなかったが、彼は寝ているのではなかったのだろうか。まあいい、今はアスカをベッドに放り込むのが先決だ。確かめるまでもないので、私は構わずアスカと作水の部屋に入ったと。あ、それで合流って感じか。バレるだろう。部屋に入ると鈴崎は窓から外を見せ、タバコを吸っているところだったと。うん、作水はラフな格好に着替えており、心なしか笑顔が自然になっていた。そしてアスカを見た彼女の表情を見て、私は諦めとともにこの、うん、二人の間に起こったことを薄々察した。経緯はわからないが、ともかくアスカが寝ていてよかったというところだろう。いや、本当ですね、それはね。どうしたんだ、一体。
酒を飲みすぎてね、ビールも食堂でダウンしてるよ。なんだったら後で寝室に運んでやった方が良さそうだ。須崎が頭をかく。昔から酔うと寝るやつなんだよな。アスカもビルマン。それにあいつの巨体なんて俺たち二人がかりでも運べやしないさ。いいよ、放っておいたって風邪をひくような玉じゃない。アスカはどうする？すると作水が言った。すっかり？おーおー、よくなったのかい。うん、快活になっており、夕食の時のような無理のある笑顔とは違う。そりゃすっきりしてますからね、お互いね。うん、いいですよ、ベッドに寝かしておいてもらえれば。あとは私が面倒を見ておきますから。うん、そうですか、じゃあお願いします。まあいろんな意味ですっきりしてますからね。うん、アスカをそっと横たえると、私は鈴崎の方へ向き直った。でどうする？うん、そうですね、今後ですね。どうするもこうするもないさ、俺はもう寝ておくよ。明日は早めに図書館に行きたいしな、調べることはたくさんある。そうだね、私も久しぶりに早めに寝れるのは大歓迎だった。日本での事件以来、睡眠時間そのものが減っている。睡眠が何よりの楽しみである私としては辛い日々が続いているのだ。もっとも無事に望みを助け出すまでは安眠できるとは思えないが、じゃあもうそろそろおいとまします。え、アスカさんは任せておいてください。頼みます。じゃあ失礼します。そして我々も部屋に戻ることにした。おお、戻ってまいりましたね、部屋にね。部屋に戻ると早速鈴崎と、できることなら干渉はしたくはないが、鈴崎を見ているとイライラしてしょうがないのだ。またやったな。何をだよ。何をって、いい加減アスカを泣かすようなことはするなよ。彼女がかわいそうだ。なんでかわいそうなんだよ。君といい、作水といい、ビルといい、なんで俺がアスカに遠慮しなきゃならないんだよ。それに作水はるかとは、いや君や隠せんな。だが世の中には不可抗力ってもんがあるんだぜ。まあ確かにね、それはわかる。うん、不可抗力、何が正しくて何が間違っているなんか誰にもわからないだろう。だからって正当化は、正当化なんかしてないよ。あれはあれでなるべくしてなったんだ。今後はもうないよ。だから今日はもう何も言わないでくれ。わかったよ、じゃあおやすみ。あ、グッドナイトそっちこそ。やはり鈴崎はアスカの思いにも、そして自分の思いにも気づこうとはしない。時が解決するしかないだろうか。まあやはり私が口出しする問題ではないということなのだろうか。そうですね、鈴崎の気持ちもわからんでもないがな。ため息をつくと、私は隣の部屋に移動して眠りについた。のぞみが同じようにせめていい夢を見られることを願いながら、ほうほう、てん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 と、コンコン、突然のノックの音に俺は体を跳ね上げた。ベッドに入ってから1時間もした頃だろうか。結局眠りにつけず、俺は様々な思いを抱えて、火の消えた、タバコ、木でいいの、今回は木ですか、木を加えながら悶々としていた夜を過ごしていた。特にアスカのことだ。最近あいつに対して自分の態度があやふやなのは自分でも分かっていた。それを草薙たちが気づかってくれてるのも分からぬでもない。しかしそんな時の突然のノックだった。誰だ、鍵はかかってないぜ、不用心だな。するとドアが開き、おっとおっと、姿を現したのは夕食時に紹介された、紹介を受けたアミという女だった。あなたは確かアミマクドガルよ。アミクラークがしつこくてね、あんまり嫌だから逃げてきちゃった。しかしでけえなちょっとこれ嫌な予感しかしねえんだけど、またうん、ちょっとかくまってくれるかしらね、クラーク。ああ、デートのお相手が、そう、付き合ってるわけじゃないのにしつこくってさ、そいつは嫉妬アグだ、失敗だったな。うん、ほんと隣いいかしら、サトシさん。おお、おっと、今回 2回かよアミーはズケズケと俺が返事をする前にベッドまでやってきて俺の隣に座った。まあ普通に話すんだったら、まあそういうことでしょうね、話だけですから。おお、女なんて食事をさせて酒でもおごればやらせると思ってるタイプの男なの。あんな男こっちから願い下げや、そりゃダメだわ。うん、ダメだダメだ。うん、全くひどい男だわ。
そんな他人の事情は知ったことじゃない。隣の部屋じゃ草薙も寝ている。どうやって追い返そうかと思ってると向こうからこう言ってきた。ねえ、部屋まで送ってくれる？もしクラークに絡まれたら助けてほしいのよ。それ以上面倒をかける気はないからね。それで済むならまあいいだろう。わかった。そして着替えアミーの部屋に向かうことにした。なんかこの BGM を聞くとね、もう嫌な予感しかしねえんだよな最近。まあ大丈夫でしょう。まあとにかく進みましょう。お、彼女の部屋までは何の障害もなくあっけなく着いた。いい部屋ですね。結構ね、お茶でも飲んでいってね。彼女はやがて熱いコーヒーを持ってくると、俺を強引にベッドに座らせると腰をこすりつけるように自分も座った。嫌な予感すんな本当に。はい、ということでですね、よかった、2連戦ではなかったですね。はい、とりあえずアミーの部屋に来たというところで切りも良さそうなんで、ここで今回は止めたいかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。もう、うわ、すげえ楽しみ。なんだろう、このドキドキ感。コンパクトディスクでございますのでね。まあ、いや、これはナンパじゃないぞ。これは誘拐とかね、拉致って言うんですよ、これ。なかなか可愛い娘なんだな。間違いを起こすんじゃねえだろうな、こいつは。気のせいか。いや、気のせいであってほしい。ブス島的には。うわー、来たよ。資料、資料ですね。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。